HKT48 のももちラジオ局ポッドキャスト h k t 4 8のももちラジオ局、ポッドキャスト h k t 4 8の矢野瀬麗也と栗原さえです。このポッドキャストでは番組本編で放送できなかった未公開音源やその週のハイライトなどをお送りします。この後お楽しみにそれでは行きましょうポッドキャストも、ポふふふふわっかわかい。 <laughs> うんうん、それでは行きましょう。ポッドキャストも、桃曲さあ、今週もお送りしていきます。私たちの番組、ガールズパンチ HKT48 の桃ちゃんマルチオ曲です。はい。ということで、うんえ、7期生が入ってきましたね、最初はい。か <laughs> 愛かったですか可愛 <laughs> か,かった。<laughs> すごくみんないい子で。そうですね。と、うん、いうわけで、まあ実はまだゴールデンウィーク中に収録しておりますので。はい。 合ってませんね、私たちは。まだ合ってません。でも、<laughs> はい、これを聞いてるファンの方はもう合って、会ってるというか見てるて、ね。そうですね。ですよね。今日はもうゴールデンウィーク最終日、ね。そうです。ですよね。収録日が。はい。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか <laughs> 楽しめていたらいいですね。ね。コンサートも楽しめてたらいいなと思います。それでは、HKT48 のももちゃんラジオ局、放送開始です。 さあ、今夜もスタートしました。ガールズパンチ HKT48 の桃地浜ラジオ局。この番組は私たち博多を拠点に活動する HKT48 のメンバーが RKB ラジオ内に架空のラジオ局を作っちゃいましたっていう感じで。私たちが様々な企画やトーク、ゲームなどを通じてメンバーと仲良くなる、リスナーの皆さんとも仲良くなる、さらにはメンバーの素の魅力、知られざる魅力まで発信しちゃおうという、そんな番組をお届けするラジオ局です。 出演メンバーは、私、ロキセイの柳瀬セレイヤと、二週交代で先輩パートナーが出演してくださいます。今週はサイさんです。はい、サイです。そして、おもちゃもラジオ局ということで、このラジオ局の中にいろんなミニ番組がありますので、サブスク感覚でみんなで聞いてみよう、トライしてみようという楽しい番組です。RKB ラジオと FM イサハの2曲ネットでお送りします。これから30分間よろしくお願いします。 リアタイでお聞きの方は、X の番組アカウントをフォローしてもらって、ハッシュタグ、桃曲をつけてつぶやいてください。リアタイ実況もお願いします。さらに、この番組のポッドキャストも絶賛配信中です。番組本編で放送できなかった未公開音源や、その週のハイライトなどをお送りします。詳しくは、番組公式 X をご覧ください。ってことで、今夜も始まりました。よろしくお願いします。はますでは、ここで改めて自己紹介をさせていただきます。まずは私から。はい。 正しく美しく弾ける楽器は30種類オールマイティーな令和のレ愛ア姫神奈川県出身高校3年生17歳の柳瀬レイですはい HKT48 チーム H のさえちゃんこと栗原さえですでは早速なんですが皆さんからのメッセージをご紹介しますはいまずは桃曲ネームが ない方からのメールになります。はい <laughs> はい、初めてメールさせていただきます。<ー>ありがとうございます。今日、博多ドンタクのステージで初めて HKT48 のライブを見させていただきました。うん、メンバーの皆さんの歌声に魅了されたのはもちろん、行き着く間もないまま、次々と激しいダンスをこなされている姿にとても驚きました。会場に来られていたファンの方々の熱量も圧倒的で、その場にいる全員を巻き込んで盛り上げるところはさすがプロだなぁと感動いたしました。うん 一緒に見に行った60代の父母も大変感動し、次はぜひ劇場に行ってみたいねと話しております。本当に素晴らしいステージありがとうございました。あ,ありがとうございます。嬉しい。え、ドンたくに行って私たちのステージを見て、うんうん、感動してメールくださったってことかなですかね。嬉しいね、えー、それ。いや、嬉しい。しかも、お母さんお父さんはもう、<laughs> えー、しかも劇場に行ってみたいってねとまで。 話してくださっていや嬉しいですね誰おしになりました確かにそこ大事ですよねそこ大事ぜひ次メールで教えてください送ってくださった方そしてお父様そしてお母様のお締めをはい教えてください待ってますねすごい嬉しいですねありがとうございますどんたくは今年レアチ賃初 どうでしたかえしかも私その福岡に来てから、うん、博多どんたくって本当に何か知らなくてうん、うん、で行ったこともなくてのままで初めて出させていただいたので、うん、まずもう人がすごい,よ、ね、こんな多いんだと思って,って,思って毎年びっくりしちゃうんだけどそうですよね、うん、すごいしかも無料で見れるということでうん、うん、やっぱりその。 HKT のファンじゃない方が多いっていうふうにやっぱ思ってて頑張って獲得できる場なんだなっていう心構えで行きましたねステージが本当にいろんな、はい、福岡のいろんな場所にステージがある中で私たちは本舞台の大きなステージ天神の本当ど真ん中で踊らせていただいて。うん ああのまあ、野外ということでうん、うん、もういろんなところにさ私たちの声が届くからそこからふらっと立ち寄ってくれたりとか集まってくださる方が多くてなんかやってるって言って集まってえーソラリーあたりまで聞こえてほしいです <laughs> すごいね <laughs> <laughs> すごいですねそうそれでねたくさんの方が来てくださって、うん、私たちの曲を知らない方でも一緒にこうなんか 手を上げて盛り上がってくださってる方もいらっしゃって、うん、なんか博多のお祭りいいなって改めて思いましたねすごい素晴らしい場所に出演させていただけて <laughs> ねすごく嬉しかったですでもまたね来年もね HKT が出られるように頑張りましょうそしてこういうこのメールくださった方のようにこういう方をゲットできてたらいいなって思いますね,、うんねうん、劇場で待ってます <laughs> 皆さん待ってます <laughs> さて、続いてのメール読ませていただきます。桃曲ネーム、オラさんからです。ありがとうございます。いますレイアちゃん、さえちゃん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞かせてもらっています。レイアちゃんは、これから舞台、体育教師たちの憂鬱の準備で忙しくなりますね。北九州映画、あなたが眠りにつく前にでの演技経験もあるレイアちゃんですが、舞台というまた違った緊張感があるのではないでしょうか。 舞台にかかる思いや見どころなど言える範囲で聞かせてくれると嬉しいです,ということですありがとうございますそうですレイヤチンは女優です<ー> <laughs> いやいやいやそんなことないですけど、うん、いや,いや本当に舞台の稽古始まりましてま、ねね、いややっぱ金沢さんの演出ということですごい緊張してたんですけど、うん、その稽古が始まって、うん、その演技をその前でした時に演技やったことあるのって言われて、うん やったことあるいや、やったことないって言ったけど、<laughs> やったことあるけど、一応、うーって思って <laughs> ないと言ったら嘘になるけど、そうなんです、でも指導を受けたことはないし、そうだね、舞台自体は初めてそうです、うん、舞台自体は初めて。だけど、すごい、なんていうんですかね、自分の、うん、本当に私でもこうするなっていうぐらい、もう本当に私の役、うん、本当にめちゃくちゃ私そっくり、役に当てはめて。うん もらってだからすごいやりやすいというか金澤さんが大事にしてるありのままというか演じない演技っていうのをすごい意識しながらできてるのかなって思いますし稽古初めてなんですけどすごい毎回楽しくできてますねメンバーが今回は多いいじゃな出演者の半分が HKT メンバーなんですよ。 オーディションを、ね、受けると言って希望したメンバーがオーディションして選ばれた皆さんなので。はいはいはい あの、先輩後輩本でに関係なく、あの、演技してる姿とか。そうですね。があると私は聞きまして。すごく楽しみなわけです。いや、本当に、ちょっと冷やせかいちゃいますよ。先輩にこれ言う,そうだよね言葉じゃねえなって思いながら。<laughs> 楽しみ。楽しみにしてください。リチの暴言が聞けるんでしょうか、これは。<laughs> ぜひぜひお楽しみにしていただけると嬉しいですね。お疲れですか 5月28日から、<お>えレソラ NTT 夢天神ホールにて、はい、え開催されます。ましたえ多分、<laughs> うん、今も、おそらくチケットまだ発売されてると思いますので、うんうん、えっと、ぜひ、あのー、空いてる日があれば、来てくださると、はい。今年もきたい。えー、本当ですかゲネプロあったら呼んでください。は、ぜひぜひ、来てください。 なんもにこにこしながら見よう <laughs> イチンやってる確かに <laughs> HKT のファンの方だとなおさら違った面白みがあるというか、うん、そう,だ、ね、うわおーおおってなりながらいいやがこの先輩にこんなこと言ってるよっていう思いで <laughs> 皆さん見てください <laughs> ぜひぜひよろしくお願いします <laughs>、はい 皆さんメッセージありがとうございました。さて、この番組ではラジオの前の皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っています。皆様からのメッセージをじゃんじゃんお待ちしています。宛先は後ほど。では、この後ももう曲を楽しみください。HKT で HKT48 のおもちはラジオ曲ポッドキャスト最初の番組は、ヒメプリンセスのカバンの中身でじゃんけんポーンイエーイ,イ,エーイ はい。最初の番組は、カバンの中身でじゃんけんぽん。私たちアイドルが普段、どんな生活を送っているのか、どんなものを持ち歩いているのか、私たちの巣をさらけ出す、というか、リアルが見える企画になります。<laughs> はい。今から自分のカバンの中に入っているもので、私たちがものじゃんけんをします。カバンの中にあるこれだと思う、可愛いものや、ちょっと高価なもの、女子力の高いものなど、 を出して二人でどんどんじゃんけんをします。すっぴんをさらけ出すような企画となっております。<laughs> ジャッジはスタッフさんの判定で決めるそうです。うん、はい。三回戦対戦しますので、えー、トータルでどちらの中身が良かったか、アイドル度が、どちらが高いかで判定します。<laughs> なるほど、アイドル度。そうです。今回は、えー、対戦ごとにテーマを分けます。はい。一回戦は、かわいいものがテーマ。かい,い。二回戦は、キラキラ、ちょっと高価なものがテーマ。 3回戦は「カバンの中で見せたくないもの」がテーマですこの3つのテーマで3回対戦していきますはい 1>,、はい、1回戦はどっちの勝ち2回戦はどっちの勝ちみたいなチェックをしてもらえるといいかもですねはいありがとうございますいやーないですよねさゆさんカバンの中で見せたくないものえー、いや本当にさそのこれ合わせで持ってきてないから今日正直、うん、もうガチのリアルガチのあるかなもう かサヤさんのカバンの中身なんて見なくても分かりますもん。<laughs> 絶対に綺麗でオシャレでアイドルもが持ってるものしかないって分かりますもん、見ただけで。いや私さあの、物を持ち歩きたくないんですよ、あんまり。ね、ちっちゃいんですよ、カバンが。いですいつも。<laughs> 毎回。まあでも今日は撮影があるので、この後私たち。そ,それ用でちょっと荷物はありますので。じゃあ、それでじゃんけんしていきますか。うん、はい。えー、それでは1回戦はカバンの中にあるかわいいもの。 がテーマでじゃんけんします。では行きましょう。せーの。カバンの中身でじゃんけんぽんわ何ですかそれ。<laughs> はい。サイさんは、えー、せーのカバンの中身。可愛いものはですね。メンバーからもらったチェキです。えー、あの、メンバーが撮影の時とかに余 <laughs> ったチェキに私へのメッセージを書いてくれたんですけど、 ちょっと見ていいですかはいどうぞぜひこれも私は携帯の裏に挟んでるんですねえー、えー、すごいすごい字だすごい汚い字ちょっと <laughs> まずあ綺麗な字は,は、うん、愛知さんのプリンセス姿の時期で「さえちゃん大好きハートハート」って書いてますね綺麗、うん、さんがな字ね綺麗な字ですね、うん、次みな「さえちゃんえ大好き大好きなみなよりすごい字すごい,すごい大きいハートう<ー> <laughs> 本当にダイイングメッセージレベルに汚い 家で書いてますけどいやー可愛いいですねみなと愛知さんの,のそれぞれの個性が出てて可愛いなって確かにこれ持ち歩いてるんですかいつも <うん S 1> あこれいつも携帯の裏に挟んでえすごいななかちゃんとお揃いのスマホケースの裏に挟んで持ち歩いてますえー、アイドル度高いですね本当。私はこれですそれは何鍵です鍵 <laughs> いいんですか見せて家の鍵 これは家の鍵の部分は見せませんけど、うんうん、鍵につけてるキーホルダーが可愛いんですよなんですか私はこのあ待ってこれはジブリのそうですまず一つ目は魔女の宅急便のジジ、はいはい、があの鳥か,ご鳥かごに入ってるジジと、はいはい、あとハウルの動く城のカルシファーが、はいはい、なんか 木ちちから木から落ちないように <laughs> 必死にしがみついている2つのキーホルダーめちゃくちゃ可愛い可愛ジュブリが好きなんだね大好,大好きですしかもこれは <うん S 1> あの大きいじゃないですか うんうん、キーホルダー自体が私鍵なくしちゃうより大きいねキーホルダーなくしちゃうから大量に大量というかここからまた増やすんですけど<ー>つけてるのが可愛いんですよいつも家の鍵開けるときに、うん、あら可愛いって思いながらあなるほど引っ張り出しますアイドル高いですよね <laughs>、うん、うんどうですかね <laughs>、はい、じゃあぜひスタッフさんたち判定していただいて <laughs> はい二回戦い2回戦いきましょうか,ょうかはいすごい悩んでいらっしゃる <laughs> すごい 二回戦はですね、キラキラしているカバンの中にある、ちょっと高価なもので、じゃんけんします。はい。それでは行きましょう。せーの。カバンの中身でじゃんけんポン,カンでおでかっチクチクチってなってる。はい。えー、まず、私さえはですね、はい、先ほども言ったんですけれども、この後、あの、撮影があるんですね。うんうん、それで、あの、いつもメイク道具とか、うんうん は、も、もちろんメンバーみんな自分で持っていくんですけれども、うん、私は、あの、ヘアアイロンも絶対に自分で持っていくようにしていて、うん、そうですよね。そう。うん、というのも、まあ、メイクさんがヘアアイロンを持ってくださっているんですけれども、うん、私はちょっとこのお高いヘアアイロンを使って、いつも髪の毛をしてもらうっていう。うん、そうですよね。万延するんですけど。さえさんは。蔓延するんですけど。<laughs> <青> <laughs> 素晴らしいささえんもうこれこれ7期生も知っといた方がいいんじゃないですかね私すごい最初さえさんのアイロン使いそうになってメイクさんに止められました「それえちさんのだから」いいよ別にっになったのでこれは7期生もこのラジオ聞いててもらわないとそうだねでも今の HKT メンバーの中では私があの一番長いんですけどこの間今結構なメンバーが5人ぐらいかな あの、増えてきてて、このアイロン使ってるメンバーが、うん。だから、あの、普通にこのアイロンが楽園に置いてあるから、7期生に言っとかないと、うん、確かに。これは、マイアイロンだから、それぞれの。エミさんの使ったりしたものはもう、やばいからね。<laughs> これは一番最初に言わなきゃいけないですね。そう。これ一番最初に七期に伝えたいと思います。<laughs> <laughs> じゃあ私はこれです。いいえ香水。<あ>シャネルの香水です。チャンスチャンスです。うん、これは私が、 アイアの CM 選抜1位になったら買おうって決めてたやつでそれを全然使ってないんですけど全然入ってないこれはなんかお守りというかお守り代わりには持ち歩いてます香水買ってつけようと思ってたんですけど猫ちゃん飼ってるので家でつけないんですよだから本当に使わないっていうだからただ持ち歩いてお守り代わりですそっか いい香りだよねでもなんか私も香水つける時は気合いを入れる時とかなんだろうなステージ出る前とかよしって時につけるからリエチもそういう時にわかりましたそういうね、につけようと思いますこの2つです私ちです判定お願いしますお願いしますそれではラストですねははい回戦 あ、そっか。恥ずかしいものか。恥ずかしいもの。見せたくないもの。恥ずかしいもの。恥ず,恥ずかしいものか。たくさんありますよ、そんなの。あるの <laughs> <laughs> カバン大きいね、レいやつ。<laughs> カバンの中もゴミだらけです。ちょっとやてよ。<laughs> 恥ずかしいはないけどな、えー。第3回戦。ちょっと恥ずかしいものです。せーの。カバンの中身でじゃんけんけ <laughs> えー、待って似てる お揃,そお揃いあお揃いのありますよ。えっと、まず、私、さえさんはですね。はい。えっと、サンリオのマイメロチョコと、はい、えっと、メントスデュオと、えっと、チュッパチャップスのイチゴと、<laughs> えっと、ペコちゃんのキャンディーのオレンジ。えそれは、お菓子。何ですか私は、はい、あの、お菓子が好きなので。おん子が、あのね、 ガムとかお菓子うん、うん、キャンディーとかが好きで。いや、わかります。持ち歩くんですけど、今日はこのラインナップですよってことですね。おぉ、一緒ですね、私も。ペコちゃんのキャンディー。おこれは、うん、いつもらったかわかんない。最悪。ちなみにこれは理由がありまして。<laughs> 入れっぱなしってことか。あのタ、タクシーの運転手さんにいただいたんですよ。<ー>結構、アメちゃん配る方多いじゃないですか。うんうんうん 私はあの子供からの教育子供の時からの教育であの初めて会った人からもらった食べ物は食べないっていう教育を受けててなるほどでも捨てるのって申し訳ないじゃないですかっていうのでずっとお財布の中に入れてたんですよあらっていうのでいつ大切にいつのか分からないキャンディーをずっと持ち歩いてますなるほどはいえペコちゃんのさキャンディーでさ<緒>じゃんけんできるよねえできます、ね、普通にじゃんけんできる確かに あ、じゃ、これで勝負決めますなこれもじゃ、加点してください。加点ですね。確かに、持ってる。いきますよ。ペコちゃん、キャンディじゃんけん。最初は、グー、じゃんけん、パーチョキあ、イェーイ負けましたこんなゲームもできます。皆さんにもらったキャンディで負けた。これはどうしようか、今困ってますので。これはちょっと、皆さん、どうすればいいか教えてください。 ということで、ジャッジを、はい。お願いいたします。お願いします。カバンの中身でじゃんけんポン。よかったのは、サイさんですいやありがとうございます。なんでですかまあ、いい勝負でしたね、今回。確かに似てましたね。いや、似あ、一回死ぬサイちゃん。ドローまあ、どっちもいい。確かに。 <laughs> いやーなるほどねえー、負けましためっちゃ、まあ、さすがやっぱりアイドルのカバンって感じしてますもん <laughs> 逆にレイチンは、はい、他何が入ってるのってぐらいカバンが今日おっきいじゃないえ、まあ、いつももう30個ぐらい入ってるんですけどまあでもいろいろ入ってる充電器も入ってるし入れっぱなしってこといちゃそうですね <laughs> <laughs> あそうですね <laughs> ノート入ってますし姫,姫あでも 除菌シートとか、<ー>マスクとか、大事大事ティッシュとか。 薬とか、うん。いいものばっかりいないよ。<laughs> ゴミも入ってるえ、でも、これ聞いてください、聞いてください。<laughs> メンバーとか、スタッフさんとか、体調崩したとき、私が毎回薬、大量の薬を常に持ち歩いてるんで。あネージャーやん。<laughs> <laughs> あの、ぜひ、メンバーもスタッフの皆様、サえさんも、体調が悪くなったときは、私に言っていただければ、薬をいつでも持ち歩いてます、何種類も。ありがとう。はい、ぜひ、こでもさ、この前さ、はい、ちょうどこの前、あの、 くるみが、くるたんが、あの、シャープペンシルを探してて、みんなに聞き回ってたんですけど、持ってなかったですよね。いや、シャープペンシルは持ってないですよ。でも、ボールペンとマッキーは持ってますので、サインを書きたい時も言っていただければマッキー持ってます。買いました。はい。じゃ何かあったら、レアチンに言いたいと思います。4次元ポケットなんで私の顔。何でもあります。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、どうだったでしょうか私たちのリアルなアイドル部分が買い間見れたでしょうか 以上、ヒメプリンセスのカバンの中身でじゃんけんぽんのコーナーでした。HKT で h k t, h k t のおちハマラジポッドキャスト続いての番組は、ヒメプリンセスの何にでも告白しましょうイェーイはい、続いての番組は、久々に告白企画なんですが、その名も何にでも告白しましょう はいということで私たちが苦戦する告白企画ですが今回は「何にでも」とあるように告白の対象は異性とは限りませんしかも人間とは限りませんはい。 <laughs> 私ははやったことありますすののででそそうなのそうななんですよ、はい、ボックスの中から紙を引いていただきますがその紙には2人が告白する相手や物などが書いてありますとにかくその書いてあるものに告白をしてください人とは限りませんものでもそのものを恋人のようにめでて告白してくださいということですはいさえさんはこの企画やったことはないやったことない,ない初めてだ難しいですよめちゃくちゃ本本当当もももう物でも人でも本当に何で人にもその この、いいところを、もう、見つけて。難しい。難しいな難しい。え、ちょっとお手本でレイヤーチンやってくださいよ。じゃあ、私から行きますか。お願いします。じゃあ、弾きますね。はい。じゃん。<laughs> カルボナーラ。<laughs> <laughs> そういうことカルボナーラに告白。うん。ちょっと待って、難しいな。好きですかでも。えっと、好きじゃないんですよ。あの、私、麺、麺が。 好きじゃないカルボナーラに向けてレイアチンが告白します <laughs>、はい、ではレイアチンがカルボナーラに向けて告白します用意アクション私カルボナーラさんのことが大好きなんですその,あのツヤツヤな見た目ととろける味わいとやっぱり半熟の卵を割った時の 素敵な色合いがたまらなく好きです。いつまでもその面で絡んでいてください。<laughs> それ難しいですね。 難しいですよ。よく苦手なカルボナーラに向けて告白しました。ちょっと難しかったですね。カルボナーラ。本当はもう好きじゃないんでしょそうなんです。私、麺類あんま食べれないんですよね、実は。すごいね、頑張ってね。ちょっとサエさん頑張ってください。ちょっとお手本にならなかったです。やってみます。アイドルサエさん、お願いします。待って。何でしたかお題はですね、アホ毛。 確かえっ、ー、アホ毛でやった気がしますよやばいアホ毛アホ毛に告白ってことはいちょっと待ってやってみるしかないかえいきますかはいわ素晴らしいではサイさんがアホ毛に向けて告白します用意アクションあのアホ毛さんいつも元気に立ち上がっての <laughs> <laughs> あの <laughs> いつも元気で元気そうで何よりです <laughs> これからもその凛とした姿を私に見せてください <laughs> <laughs> 素晴らしい素晴らしい素晴らしいあの,あの難しすぎない <laughs> 難しいですねお題ミスでしょこれはいや素晴らしいでもそのアホ毛にも 凛としたなんて出てこないですやいやさすがアイドルカバンの中身からアイドルですからねねね適当なこと言ってる <laughs> さすがですよさんさややん。あ<ー>いや素晴らしかったです本当に本当ありがとう、はい、ということで、うん、いかがだったでした <laughs> かおかしくなっちゃう <laughs> ということでどうだったでしょうか以上姫のプリンセスの何人でも告白しましょうでしたここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックユーチューブミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください